小橋美代子7月23日から1922年5月11日は日本のジャーナリストである。1883年、静岡県で小橋光次郎の次女として生まれた。5歳で上京し、東京府立第一高等女学校に入学した。1901年、創設されたばかりの日本女子大学広告文学部に第一回生として入学した。 この頃、キリスト教に入信した。1904年、日本女子大学校を卒業した。同校の卒業生組織として、王風会が創設され、同校初代校長のナルセにゾの要請に応えて、橋本八重子と共に、同窓会士、家庭修法、家庭の編集人を務めた。その後、日本 y w c a の機関誌、明治の女子や、キリスト教婦人雑誌、新女会、 編集、エビナ壇上、主筆、安井鉄の編集に参加した。1914年4月、読売新聞の記者として、日本初の新聞婦人欄である、読売婦人付録の主任編集者となった。1915年11月、独立して、婦人集法を創刊した。女性に対する、職業的訓練の必要性、女性の地位向上のための男性の覚醒を説いた。 女性実業家、広岡麻子も執筆に協力した。また、婦人記者クラブ作りに奔走し、日本キリスト教婦人教風会の交渉全般運動にも参加した。1918年、婦人集法者より、広岡麻子の自伝、一周数の部を発行した。1919年に渡米し、コロンビア大学で、婦人問題や新聞学などを学ぶ。 1921年の帰国後、主婦の友者に入社し、三ン夫人会見記を記した。1922年5月11日、去年38歳にて急世した。墓所は静岡市の長原院にある。ありがとうございます。